演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、しのファミリーマートの刺身こんにゃくと海藻のサラダを食べたいと思います。刺身こんにゃくって昔なんか食べたことある記憶があるんですけど、これはどんな感じなの。ちょっと緑色ですね。プルプルしてるんでしょうね。それでは、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。皆さん、相変わらずシャキシャキしていて、いい食感と音で美味しかったです。で、こんにゃくもやっぱりプルプルしてましたね。こんにゃく自体には味はないんですけど、それが逆に酢味噌ドレッシングとうまく絡んでいて、その味が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。しかも前の刺身こんにゃく、これに酢味噌で食べた記憶があるので、やっぱり刺身こんにゃくに酢味噌が合うんでしょうね。しっかりして美味しくいただくと少し低カロリーでもありますので、本当に嬉しい商品だと思います。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分ですね。